喪失感は何とも言葉になりません。兄の戸哲也さんがコメント。渡瀬恒彦さんの死去を受け、実兄で俳優の戸哲也さんが16日、直筆のコメントを発表した。全文は次の通り、原文のまま。当初よりステージ4、余命1年の告知を受けておりましたので、今日の日が来る覚悟はしておりましたものの、弟を失いました。この喪失感は何とも言葉になりません。幼少期より今日に至るまでの二人の老いたや、同じ俳優として過ごした日々が思い返され、その情景が断ち切れず、辛さが募るばかりです。